ビレッジ。はい、ご視聴ありがとうございます。 SKJ ビレッジの説とさやかさん、しんこです。はい、本日のスマブラマラソン、おい、こちらですね、アイスデスマッチとなっております。ほう、あ、これ写真貼っといてください。このトントンしてペンギンが落ちないように足場を崩していくゲーム。なるほどなるほど。かけるスマブラをやっていきたいなと。なるほどなるほど。はい、ストック10機パーセント300で戦っていきます。おお、最初に3位で終わった人、残り2人生きてるわけじゃないですか。はい、その2人が残ってたストックの分トントンしてもらいます。6機残ってたら6回トントンする。はいはいはい。で、2位1位ももちろん決めて、で、1位が残ってた木の分だけ2位の人はトントンする。これ繰り返してペンギンを落とした人が負けです。マジでこれ初プレイなんで、1回デモンストレーションでどんくらいどっちゅうかやってみたい。これ、ほら、下半身落ちそうだ。じゃあちょっと真ん中に、ここやってればちょっといい。おー、でも行く行く。いや、ちょっと積み上げてみて、真ん中に。おー、行くね。おー、ちょっと待って待って待って。わー、これ重い。よく行ったらば。だから、そう、座りを考えなきゃいけないんだ。え、ここちょっと待って。ちょっと待って。まあ、2個行くわな。あ、ここ危ない気がする、普通に。おー。これ全部行くと思うんですよ。一回やっていいですか。だって、それはそうじゃない。え、でも生きてる。まあ、これいけるな。あ、追い詰めるんだ、アイディアを。もう、そこしかやれないように。これいいよね。アイディア料理金払ってる感がいい。この六角形が自然界で最もバランスがいい、バランスがいい、バランスがいいというか頑丈という。雪の結晶もこれなんですね。かっこいいことは蜂の巣とか、すごい。はい、スタート。はい、はい、ほわ、 A まで行くな、これ。 A まで行く、行くと思うよ、行くと思うよ、行くと思うよ。食う前かする俺はね、今日トントンしないの、したいんだけども。クエラで行くと思うよ、上で行くと思うよ。ビュンビュンビュンとビュンビュンビュン、ビュン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 、アタブロック、ビュン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 、マイキモリ、ビュンビュンビュンとビュンビュンビュン、ビュン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 、50。いや、鬼滅は初。うわ、エハはえぐいて。エハで行った、エハで行った。そうだよ、なんで行かないと。そうだ、エハで行く。あー、行かないくー。おー、バカちゃんです。おー、バカちゃんです。うわー、それはもう1回と。オッケーオッケーオッケー。さあ、残り何機ですか。俺は2機、4機、6トントンです。一旦6トン、あ、じゃあここ決めてからやるか。オッケーオッケーオッケー。こうやってな、行かないか。わーれーだー。まあまあまあ、しゃあないしゃあないしゃあない。これもう死んだと一緒、あそこまで行ったら。げ、崖がいいから。エアピュー、エア、やば、マジ。おう、いきます、進行。そこトントン攻めるから。最初にでも1マスしか落ちないって知ってんのと思ったんだよ。いいよ、進行1トントン成功。最下ダイヤも攻めないね。当たり前よ。いいよ、1トントンずつ。お前、えぐ、普通に嫌なやつだ。2、俺あと2トントンだ。この辺を危なくしちゃおうかな。進化逆に行ったまえ、お前、行ったまえ。3。おー、進化これラストね。ラスト、攻めるだけ攻めたな、攻めるだけ攻めたな。乗りかけた船はダメですよ。でもいっちゃう。十分気。十分気。こいつバカじゃねえの。え、ちょっと待って。はい、本日の動画は終了。ガチ。ガチです。十分気をさ、終わりって言ったじゃん。で、なんで真ん中攻めてんの。いや、俺バカとは一緒にはできねえな、自分。きついな。口で俺だったら普通に。もう一回お願いします。すいません、もう一回だけ。いや、ただでもう一回にはならんわ、さすがに。じゃあ俺ちょっと4トントン半で月でいいっすか。次のやつ俺3位でも何位でもプラス4トントン、プラス4トントンする。その上で一旦は負けたっていう自覚持ってもらってもいい。もういただいてます、もういただいてます。よし、OK、 いったー、1個1個いただいてますか。さすがにいただいてます。今のはなんだっけ、六角形は頑丈とか。頑丈じゃないから、そういうのやめてあげて。頑丈じゃない。それかなりきついな。雪の結晶もろ、これなんですよね。もういただいてます、もういただいてます。あ、自然界の法則ってすげえな。さすが理系だなと思ったのに。進化は自然界では生きていけないな。おじさん、一番最初に死んでまうな。はい、こいつだな。
通の欲業だよ。普通なんだ今。普通の欲業だよ。普通の欲業だよ。ちっちゃい用途。うわー。ちっちゃい用途。うわー。あざおさえハニワに集まるやつか。うわーすごいな新海のハニワは。ビエ。あーもうダメだ。あの男やるじゃん。上がったよ上に。上がったよ上に。やったかなりいい勝負じゃん。はいバイバイ。まあ俺3トントン、今3トントンとプラス4で7か。まあまあまあ悪くないね。オッケー、俺は0トントンだよ。まあ言うても1トントンか。でも1トントンもしないよ俺は。ぎゅーびゃびゃーぎゅーびゃびゃー。じゃあ俺7、最初1位いくよ。どっちもいい。じゃあもう先1位やって連続7トントンしてって。はい、どうぞ。よし、1トントン完了。もうセーフティー7枚いこう確実に。順調ですね。3、4、5、6つ来てみた。おー、6、7。よし、まあまあまあこんなもんか。やるじゃん。次ワンチャンこれ決まるぞ。決まるな。ここでビリになった人がほぼと言っても過言で。うわそれやらしいな。はい、うわすごいね。空港飛ぶんだぜ。ちょっとリキリキ強いですね。あー指も強い。うわーうまい。やばい、俺一気候は重シュッシュは無理だ。何さんがそんな言ってんの。いや分かんない、急に死んでた。あの手榴弾おじさんが強すぎる。俺はちょっと撤死するしかない。撤死撤死なんかできねえよこの戦場で。あーオーケー。やばい俺ごとんとん、再活ごとんとん、再活ごとんとん決定。ちょっとここは減らしちゃって。シーカ頑張れ。よし、なんで。うわこのターンでいくな。5トントン、4トントン。いや待って、くぐり抜けよ。俺らが負けんのおかしいでしょ。絶対勝とう。オッケー。2。あ、ここは全然いける。これから1回決めたやつはもうそこって決めよう。オッケー。残り2個だ俺。4。ここいけるね。3。よしよし、3トントン。ラストンいきます。うわこっからもう気抜けねえなマジで。どこもやべえなぶっちゃけ。なんかマジ見た目的にはここだな。ここトントンしていい俺。よしよし、じゃあ俺もラストね。あ俺あと2回か。そうだね、高校だから。これ結構きつくね。マラソンもう終わった。もしかして危ね。もしかして危ね。危なかったよ今。君が言ってもよかったよ。言ってもここと同じ形にすればいけるよね理論上。ここだからここだ。お見つけた、ついに。わーあと1個いきます。これ いけたね。いけた。ここめっちゃ動いたよ。いやでも いけたと思う俺は。よし、もう次よ。よし、ラストだ次が。もう一個でいくよな。いくよ。これで負けると恥ずかしいからな。なぜ気当たってんの俺。うわ。鉄球はよいよ。うわ、当たった。まあ、最悪だってそれ。やばい、死ぬことは許されない。集中、弟子弟子あるよ、でかいのあるよ。なんでアイスでやられんだよ俺は。なんで俺は。やったー。3、2だ。イエーイ。嘘。決まった。ラブ決まった。決まる。じゃあここだわ。ここ行きます。一度決めたらよ俺このど真ん中しかつかない。そうすることによって垂直に俺を落とすの。
おー、いやこれ感じたわ。いけた、これいけるな。キキダブルトンティングでちょでも逆に君がこれいけたってことはいけるわ、ここ。わー、いったね、これ。もうそれ決まったよ。これダブルトンティングしかない。お前ダブルトンティング真似すんだ。いや使えねえから別に。一気に主かも。逆にここが、ここを支えてんの気づかないくらい一瞬でいくわ。上に押すのありなんだよね。そこだけはさ、OK。 あ、上ならあるかも。いや、上から抜くならしましょう。あ、でも、あ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 ったー、やったー。え、なんでこっち行ったの。分からん、 SH で言っていいよ。ダブルトンティング出したけ。ここを叩く方がいいのかな。バナバナ、やったー。え、こんなことある。このゲームってこんなことになるの。いや、これ俺あと1個抜くんでしょ。マジでやるとこないよな。これいけるな。え、これここいったら、ここはどうなるの。4つは、それはね、自分の力で立つ。どうやって立つの。そう、こいつ消えたっつって、じゃあ自分で頑張んなきゃいけない。じゃあ例えばペンギンを移動させていいとしたらどうする。ペンギンを移動させるとしたら、とりあえずは端っこに置くわ。じゃあ端っこに置いていいよ。うん、ここに置くわ。ペンギン落ちなかったら勝ちだから、君の。え、ワンチャンあるんじゃない。ワンチャンあるの。どこ、ワンチャンあるんじゃない。どれ。一番遠く、一番遠く、一番遠く。ワンチャンあるよな。ワンチャンあるよ。ワンチャンあるよな。靴力は死んでんだろ。あの、ここは大丈夫。いや、でもこれ再活が奇跡を起こすかもしれんから。奇跡起こしたら大丈夫、絶対。絶対大丈夫だ。大丈夫。お前の理系人生の全てに近いの。ああ、いいよ、大丈夫。じゃあ、もう、ガッス！あるよ、いや、トーンって言ったからだ。おどこにいるんだ、君は今。じゃあ、まあ僕、まあこれはもう負けだけど、出し尽くしたから。まあ、今のはフルでいったね、普通に。うん、で、いい試合だったな。うん、ありがとう。なんか逆に。初めての、うん。デンジャラスだったけど、このかなりいい成績だったな。煽る気になれねえわ。ありがとう。一番いい終わり方しましたね。だって俺負けると思ってたもん、正直。確かに、あれが勝ったと思った。すごかったな。だって抜いて1位になるのはすごすぎ、ガチで。多分そんなことないよね。別にそういうゲームじゃないよね、相手を1列に残させてとか。いや、多分違うと思う。